はいどうも、大塩民でございます。今どこに来てるかと言いますと、京都駅でございます。はい、大阪駅の秘密に引き続きですね、京都駅のですね、うんちくもですね、語ってみようかなと思ってですね、京都駅にやってきております。今回もですね、京都駅のですね、うんちくを3つちょっと語っていこうと思っております。それでは1つ目から3つ目どんなんなんでしょうか。それではどうぞ。はい、今回ね、自転車で来たため、入場券を持ってですね、京都駅入っていきたいと思ってます。はい、まずこちらですね。はい、0番ホームっていうのがあって、すごい長いんですよね。端まで行きましょう。はい、京都駅ね、日本一長いホームを持つって、これちょっと有名な話なんですけど、まあ、そういうところでですね、ちょっとね、頑張ってね、歩いてみようかと思っております。今ね、大阪側30番ホームのですね、一番端まで来てみました。こんなとこね、あんまり来ることないですけど、とりあえずね、どれぐらい長いのか、早回しで歩いてみたいと思います。聞こえてんのかな。まあ駅だから仕方ないですよね、電車通るのは。じゃあ行ってみます。はい、じゃあストップウォッチ回しながら行きますね。10秒11秒。はい、じゃあ早回し。6分29秒でしたね。この辺ね、全然来たことなかったですけど、割とね、誰もいないんで、ベンチがあったりですね、トイレがあったりしてるんで、まあまあ、もし知ってたらね、トイレが混んでる時にはこっち来たらいいとかですね、ちょっと休憩したいなと思ったら、こちらの方のベンチで休憩するとかですね、そういうことができるかなと思います。来てみるもんですね、こういうところも。はーい、じゃあ次の話題に行きます。はい、次の話題はですね、京都駅の中にはですね、郵便ポストがね、あるという、まあこれね、全国唯一らしいですけど、京都駅の中に郵便ポストがあるということなので、ちょっと見に行ってきます。はい、京都駅のね、うんちくの3つ目はですね、今ね、ここ西口ですね、西口とかですね、烏丸線とかね、東口の出口とか中央口とかね、あるんですけど、実はね、秘密の出口がもう1個だけあるんですよね。どこにも記載されてませんね。30番線のね、先っちょぐらいにですね、ビッグカメラに抜けるね、出口があるんですよね。
全然記載されてません。行ってみましょう。しかし全くあれですな、記載ありまへんな。本当にこの先に出口があるんかいみたいな形ですが、実はあるんですよね。この先なんですけど全然記載がありません。はい、こっちの先です。遠方の方に見えてきました、ビッグカメラの出口です。ここに来てもですね、案内がありません。本当に知る人ぞ知るっていう感じですな。じゃあ今回はここから出てみましょう。西の塔院、西の塔院内ということみたいです。ただし営業時間しかね、出口になってないみたいです。10時から21時ということみたいでございます。ブース10、人もいるし、はい、どうもいかがだったでしょうか。京都駅のですね、ちょっとうんちくめいたことをですね、3つご紹介しました。普通にね、京都駅来るのもいいんですけど、こうやってね、なんかね、うんちく語れるようなものをですね、ちょっとね、確かめるとですね、結構面白いんじゃないかなと思います。はい、今回僕も京都駅なんかしょっちゅう来てるんですけど、今回なんかね、こうやってね、改めてね、面白いポイントを探してるとですね、ちょっと新しい発見があったりして面白かったです。ということでですね、いろいろとですね、旅の情報をですね、お伝えしていこうと思っております。よければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。